はい、お待たせをいたしました、ただいまより秋吉亮投手入団会見を始めさせていただきます。まず最初に、今回入団の経緯につきまして三笠取締役 GM より、ご説明をさせていただきます。お願いいたします。はい、皆様お集まりいただきありがとうございます。今日は秋吉投手の入団会見ということで、獲得の経緯につきましては、入団発表してからですね、数日経ってますので、すでに皆さんいろいろと報道されていると、大体、そのご推察の通りというようなところでありますが、昨年ですね、日本ハム退団された後も、僕らとしては、独立リーグでプレーをしている間もですね、何かタイミングがあればということで我々のスカウトの方で継続的に調査を続けていたと。で、チームの状況もですね、秋吉君も知り合いの又吉君も怪我をしたりだとか、いうような部分があって、この7月末の補強期限の中で、どういうような補強が適切かというようなことを考えている中で、継続的に秋吉君が独立リーグでね、いいピッチングをしているというようなところありましたので、ここから先の終盤戦、重要なピースとして優勝に貢献をしてもらいたいなということで、獲得交渉をして今日契約に至ったというようなところであります。対戦相手としてね、対戦をして福岡に来たことはあるかと思いますが、福岡で過ごしたりするのは住むのは初めてということですから、シーズン途中でね、バタバタではありますが、早くチームに合流して、チームに溶け込んでですね、一刻も早くチームの力になってくれるようにしてくれればなと思いますし、フロントもしっかりサポートしていきたいなと思っております。私の方からは以上です。はい、続きまして代表質問の形で進行させていただきます。代表質問を、テレキュー九州放送結城アナウンサーよりお願いいたします。テレキューの結城と言います。どうぞよろしくお願いいたします。秋吉投手に、質問させていただきますけれども、今日このホークスの入団会見の日を迎えました。今どういうお気持ちなんでしょうか。そうですね、すごく嬉しいです。去年ノーテンダーという形で、自由契約になりまして、独立リーグに行きまして、すごい悔しい思いをして、でやっぱり目標であったやっぱこう NPB でまだやりたいという気持ちがありましたので、こうやっても、お話をいただいてソフトバンクホークスさんに、入団することができてすごく嬉しいです。オファーを受けたのは一体どれぐらいのタイミングで、どのようにその声をかけられたんですか。そうですね、福井ネクサスエレファンツのオーナーの方に連絡来まして、そこから自分の方にお話をいただきました。その時の気持ちっていうのは今思い出していただくとどういうお気持ちだったんでしょう。そうですね、すごく嬉しくて、諦めないでよかったなと思いました。はい、先ほど少しお話ありましたけれども、今シーズンはその福井でのプレーをされて、来られましたけれども、そこでのそのプレーっていうのはご自身でどういうことを思いながらプレーをされてたんでしょうか。そうですね、独立リーグのレベルに合わせてやるのではなく、やっぱりその上のレベルをでプレーするっていうことを目標にやってましたので、しっかりと、ね、やってきたこと、そしてNPB で8年間やってきていたので、そこのレベルを絶対抑えるという気持ちで独立リーグでプレーしてました。悔しさという言葉も先ほど会見の中でありましたけれども、そういった気持ちをやはり持ちながらの投球だったんでしょうか。そうですね、悔しい気持ちを持って絶対に NPB で戻るという、強い思いがあったので、それを、思いながらしっかりと練習してました。その思いが実って再びまた NPB でのプレーということになりましたけれども、そのあたりというのはどうですか。そうですね、やっぱりこうやって戻ってこれたことは、すごく嬉しいんですけども、ここからがやっぱ勝負だと思いますし、やっぱりソフトバンクホークスさんはやっぱり選手層もすごいですし、すごい選手も多いので、そこに勝ってしっかりと一軍で投げることがすごいこれからの目標ではあります。今少しお話出ましたけれども、ホークスの印象っていうのはこれまで他球団から戦ってこられてどんな印象をお持ちですか。
そうですね、ヤクルトそして日本ハムにいてやっぱりその相手としてすごく嫌でしたね。やっぱりこの2年目の時ヤクルトの時リーグ優勝しまして、日本シリーズソフトバンクさんとやらせてもらったんですけど、一勝しかできなかったですし、すごく強いイメージがありましたので、本当にこうホークスに入れて優勝してリーグ優勝して、日本シリーズでヤクルトとやりたいなっていう思いは今すごいあります。まあ、そのためのといいますか、ご自身の持ち味というのをこのチームの中でどういうふうに力発揮していくかというのを教えてください。そうですね、8年間 NPB でやってきてきたので、そのやってきたことをしっかり活かせればいいかなというふうに思いますし、自分はやっぱりサイドスローですし、ストレートで押す、あとはスライダーで空振り取るとか、もうそこをやっぱりこう相手との読みの勝負だと思いますので、そこはこうやってきたことをしっかり活かせればいいかなと思っています。ご自身の強みというのをもしホークスのファンの方に伝えるとすればどういったところになりますか？そうですね、強みというのはやっぱり、自分はもう本当に気持ちで抑えに行くタイプだと思いますので、そこを見てもらえばいいなと思います。それから今ちょっと怪我で離脱してますけれども、又吉投手が SNS 上で非常に秋吉さんの入団を喜んでおりました。そのあたりいかがでしょう？そうですね、ヤクルト時代からすごい仲良く、していて、まさかこうなるとは、同じチームでできるとは思っていなかったので、すごく自分も嬉しいですし、でもやっぱり中継ぎということで言えば、又吉もツイッター上げてましたけど、ライバルっていうのも言ってましたし、そこはやっぱりこう勝負の世界なので、仲良く、そしてライバルとして、戦って、そのホークスの、中継ぎを強くしていけたらいいなと思ってます。連絡は取られたんですか？はい、連絡は取っています。はい、どんな連絡取られたんでしょう？そうですね、まだ家も決まってないので、どこがいいかとかそういうこととかいろいろ、はい、教えてもらってます。わかりました。それではホークスの一員となっての改めてになりますけれども、意気込みをぜひカメラの前でお願いします。そうですね、ホークスに入れてすごく嬉しく思いますし、ここからが勝負だと思っています。そして今上位にいますし、リーグ優勝狙える位置にいると思いますので、しっかりとホークスの力になれるように頑張りたいと思います。そしてホークスには熱烈なファンがいらっしゃいますけれども、そのファンに向けて何かメッセージがあればお願いします。そうですね、一日でも早く一軍の、立てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。代表以上です。はい、ありがとうございました。では引き続きまして、個別質問に移らせていただきます。すいません、ミジスポの伊藤と言います。聞こえますか？2つあるんですけども、1点は、ちょっと日本ハムのノンテンダーとなって福井で改めてこう磨き直した部分、技術面だったり、球種だったり何かあれば教えてください。はい、練習では本当にコントロールっていうところはもう徹底してやってきました。やっぱり一つでもね、球がやっぱ甘く入ったらダメだというのは、この NPB にいた時に、思いましたし、そこのコントロールを磨くことと、やっぱり変化球をちょっと増やそうと思っていろいろと試してきました。層の厚い、ちょっと離脱者もいる中でも層の厚いホークスの救援陣ですけども、改めて勝利の方程式だったり、その辺への意気込みというのはありますでしょうか？そうですね、やはり一軍投げることが目標ですけれども、やっぱりその勝ち試合で投げれること、そこをやっぱり目標に、これからやっていきたいと思っています。ありがとうございました。はい、では質疑応答以上で終了させていただきます。会場では引き続きフォトセッションに移ります。すみません、じゃあこちらお願いします。